はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。これからね、里芋の土寄せをしたいと思います。で、ここはね、もう必要なだけ、これからね、寒くなる方向なので、必要な量だけ、芋を掘って、あとは土の中に埋めて、まあ保管するというやり方をやりたいと思います。じゃあ、今からね、画面の左側半分だけね、土を寄せていきます。使う道具はね、スコップです。スコップでね、株元に土を寄せると、そういう作業になります。はい、左側半分終わりましたのでね、動画の方は一回止めます。はい、土寄せ終了しました。今年はね、こちらの、白いスコップの奥の八つ頭3株と、こちらのね、はい、普通の里芋ですね、7株、これを越冬させたいと思います。で、この後ね、まあ、掘って食べながら、まあ、残ったものはね、もうちょっと土かけた方がいいのかなと思いますんでね、徐々に土をかけていきたいと思います。で、茎の方もね、残っていればね、まあ、残しといた方が掘るのに掘りやすいんですけど、まあね、マイナス5度ぐらいになるんでね、栃木県はね、だんだん枯れてっちゃうと思います。まあ枯れたら枯れた なりにね、掘るしかないんですけども、まあ今年はね、こんなような状態で、里芋の方はね、年を越したいと思います。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。